白いおじかのバッジをつけた天使たちと、イングランド王リチャード2世の個人的、エンブレムエンブレム。エンブレムとは、道徳的心理や偶意といった概念を要約する。あるいは、王、聖人といった人物を表す。抽象的あるいは具象的な画像のこと。日常会話においては、エンブレムという語はしばしば、シンボルと同じ意味で使われるが、厳密には、両者の間には、区別がある。 エンブレムは、観念、または特定の人や物を表すのに使われる図案を指す。具体的にエンブレムは、神聖、部族、または国家、徳、または悪徳といった、抽象概念を視覚的な用語で具体化させたもので、対象、または対象の対応物である。エンブレムは、身元確認のバッジとして身につけたりすることもできる。例えば、首都。 ヤコブのエンブレムは実物、または金属製のホタテ貝の殻で、ヤコベの聖地サンティアゴでコンポステーラに向かう中世の巡礼者たちはそれを帽子や服に縫い付けて自分たちの目的を明らかにした。中世には多くの聖人たちに絵などの画像でその人と分からせるためのエンブレムが与えられていた。アレクサンドリアのカタリナには、車輪または剣、聖アントニウスには、 豚または、小さな鐘がその例である。これらは、特に美術に描かれる聖人を表す時には、アトリビュートとも呼ばれた。一方、王や偉人に対しては、一族の紋章と区別するエンブレムを、パーソナルデバイスと呼んだ。その中でも、最も有名なものは、フランス王類14世の、太陽、フランスワ1世の、サラマンダー、イングランド王リチャード3世の、 イノシシなどである。15世紀16世紀には、表に、肖像画、裏に、エンブレムの描かれた、大きなメダルが流行になった。それらは友人に、あるいは外交上の贈り物として贈呈された。その最初期かつ良質のものを、ピサネロは多く作った。アメリカ合衆国の景観現代の、アメリカ合衆国では、景観の、バッジが、 個人のメタルエンブレムと言われている一方で、どの部署に所属しているかを表す、制服に縫い付けた、刺繍のエンブレムもある。他に、国章もある。一方で、シンボルは、より具体的な方法で、あるものを別のものに代用する。以上のことから次のような言い方ができる。魚で、いっぱいの海を表した中から、貝殻のディティール。モザイクのエンブレマ。三世紀後半。 アンティオキア郊外のダフネローマ人たちにとって、エンブレマという語は、モザイク、または、レリーフの中の装飾を意味し、15世紀以降も、建築のターミニテクニッシュに属していた。概念を表した、類像的絵画、彫刻、彫刻は家々に添えられ、名のように建築上の装飾に属していた。レオンバッティスター・アルベルティの、建築論が出版されてからは、エンブレムは、 エジプトのヒエログリフに関連付けられ、秘密の類像的な言語とみなされるようになった。そのために、エンブレムは古代ギリシアローマのみならず古代エジプトまで含めたルネサンスの古代の知識に属した。その証拠に、16世紀17世紀ローマには多数のオベリスクが建設された。1617年のエンブレムブックから、大が昭空政治的エンブレム1531年。 アウクスブルクで最初のエンブレムブックが出版された。イタリアの方学者、アンドレイアール・チャートのエンブレマタである。それから2世紀にわたって、ヨーロッパではエンブレムが流行した。ここで言う、エンブレムとは以下の3つからなる。見出し、名、表へ図像下に、エピグラムの形式をとる象徴、偶意の解説このエンブレムは、読者が、 自らの人生を自己言及的に検討することを意図した。エンブレムの複雑な連想はその知識を文化的に洗練された味方、16世紀に特徴的な美術運動マニエリスムに伝えることができた。ありがとうございます。